三十秒、偉人伝、松平春学。ギバちゃん。といった風情のこの男は、松平春学と言います。吉永、吉永、生まれ。越前国、福井藩十六代藩主。若き頃は政治総裁職につき、幕末の反省改革を推進。幕末の四健康の一人。横井湘男を登用し、藩政改革。藩主として、橋本さないらを起用し、福井藩の繁栄に尽力。没念は不明。 青年は吉永16年1828年チャンネル登録・高評価ありがとうございます